今回は、砂の器。監督は野村義太郎。1974年の作品です。東京で一人の年配の男が殺害されます。身元は不明。死の直前、男はスナックで若い男と会っており、東北なまりで、亀田、という言葉を発していた。たったこれだけの手がかりから、刑事たちは足で事件を調べ上げ、真犯人を追求していく。松本清張、原作の渋い推理ドラマです。出演は丹波哲郎、森田健作、加藤剛、島田陽子ほか。主題曲となる、菅野光昭作曲の、宿命は、この映画と強く結びつく、強烈な印象を与えています。